はい、それでは今日の物理を始めます。テーマはヒートポンプですが、エアコンなどに用いられる、ヒートポンプですね、冷媒ガスというのがありますけれども、要するに冷媒ガス、容器の中に密閉された単粒子無刺激素気体の、気体の状態変化という、問題です。ヒートポンプというのは熱を低温物体から高温物体に移動させているという一つのシステムなんですけれども、要するに今さっき言った気体の状態変化ですね。これは PV 図ですが、縦軸が圧力、横軸が体積ですね。その1状態1から2、3、4というこういう状態変化を表している、こういう、こういう問題ですが、問1番、状態1、初期状態ですね。つまり初期状態における冷媒の圧力 P1、体積 V1、温度 T1 とする。ここですね。P1、V1、温度 T1 とする。この冷媒が断熱膨張により圧力 P2、体積 V2 の状態2になった。こういう断熱膨張したわけですね。で、1番、状態2の冷媒の温度 T2 を表せ。V1、V2、T1 でもって表しなさいという問題です。で、この場合、断熱膨張ですから、パーソンの式が、問題文の中には指示されています。つまり PV の3分の5乗が一定ということですね。一定だと、これを使いなさいということですね。で、P1、V1、それから P2、V2 になりました。ですから、P1 の V1 の3分の5乗イコール、P2 の V2 の3分の5乗ですね。で、ここではもう P1、P2 はありませんから、ですからこれを消去しないといけないですね。その時に気体の状態方程式を考えます。1の時は P1、V1 が N モルとします。で、気体定数 R とすると T1 ですね。これから P1 は、これから P1 はどうなるかというと V1 分の NR T1 だと。同様にして状態2の時は P2、V2 イコール同じモル数ですね。同じ冷媒ガスですから T2 だと。これから P2 は V2 分の NRT 数ですね。で、この P1、P2 をここへ持ってくればいいわけですね。これらを1へ持ってくると。ですから、その左辺は V1 分の NRT1 と V1 の3分の5乗だと。で、こっちの左辺はこれ P2 ですね。これ V2 分の NRT2、V2 の3分の2、V2 の3分の5乗だというわけですね。あとはもう、ここの NR が取り除かれますから、V1 分の、結局 T1 と、これは取って、T1 の V1 と V1 ですから、3分の5引く1ですから、V1 の3分の2乗。で、こちらは、T2 ですね。これがなって T2 で V2 と V2 の1乗と3分の5乗ですから、 V2 の3分の5引く1ですから3分の2乗だと。ですから求めたいのは T2 ですから、 T2 ここですね。よって T2 はこう割ればいいですね。これ同じ 3分の2乗ですから、T1 の V2 の V2 分の V1 の3分の2乗だというわけですね。V1 の方が小さいですから、V2 の方が大きいですから、これは1より小さいですから、もう分かりますね、これ。T1 よりも、T1 分の T2、T1 分の T2 が1より小さいですから、T2 の方が温度が低いというわけですね、これが。これが T1 よりも小さいですから、ですから結局 T2 は T1 よりも温度低いというわけですね。断熱膨張ですから、冷えるというわけです。ですから答えは、これは答えは T2 はこういう式で表すことができます。2番の問題にありますね。 T1 と T2 の大小関係と、これもさっきやりました。これはもうこの断熱膨張ですから冷えますから、当然 T2 の方が T1 よりも小さいというわけですね。これ即答ができるわけですが、今さっき言ったように全問の結果を言うと T2 はT1 の、つまりこれですね、こういう結果が全問の結果ですね、3分の2乗だと。で、V1 の方が V2 よりも小さいですから、
V1 分の V2は ここが1が残りますから、V1 分の V2 ではなくて、こちら V2 分の V1 ですね。ですから、V2 分の V1はどうなるかというと、これ V2 分の V1 は1より小さいというわけですね。これが1より小さいですから、これは当然 T2 の方が、結局 T2 の方が T1 よりも温度低いというわけですね。答えは、断熱膨張ですから、こういう関係式になるわけですね。次は3番です。この過程で、つまり断熱膨張ですね、1から2という状態変化です。この過程での冷媒の内部エネルギーの増加デルタ U を表せというわけですね。デルタ U ですから、デルタ U、 これは単原子分子理想規定ですから、デルタ U というものは2分の3の NR デルタ T ですね。で、デルタ T というのは何かというと、T1 から T2 になったわけですから、 T2 引く T1 ですね。で、 NR というのは、例えば P1V1=NRT1 ですね。状態方程式で言うと、ですから NR というのは、T1 分の P1V1 と表せるというわけですね。NR というのはこちらが勝手に、こうやって決めたわけですから、既存の基地の量で言うとこうなるわけですね。で、ここはもう見ていきます。内部エネルギーの増加ですから、2分の3の NR はこちらが決めた分ですから、これを使わないといけない。 T1 分の P1V1 だと。で、ここが T2-T1 ですね。ですから2分の3の結局 T1 と T2、 P1、 一応 P1V1 と T1 分の T2 引く T1 分の T2 ですね。 T1 分の T2 引く T1 分の T1 ですから、マイナス1だと。で、この T1 分の T2 の全部の結果ですね。 T1 分の T2 というのは、 T1 分の T2 というのはどう表せるかというと、これですね、 V2 分の V1 の3分の2乗だと。これで持ってくればいいわけです。 ですから、これ P1 と表せますから、結局デルタ U というのは2分の3の P1V1 で、これが V2 分の V1 のこれですね、 T1 分の T2 がこれの3分の2乗ですから、これはこういう格好になりますね。引く1だと、こういう式になりますね。ですから、答えはもう内部エネルギーの増加ですけれども、これは今さっき言ったように1より小さいという、 V1 の方が V2 よりも小さいですね。ですからこれ1より小さいですから負になるわけですね。ですから増加ですけれども、全体は負なんだというわけですね。つまり内部エネルギーが減っているわけです。ですから、ですが、こういう、これでいいわけですね。こういう、ですから負になるんだということですね。デルタ U は一応負だというわけですね。こういうことは言いますね。減少しているわけですね。増加ですが、こういう、これが答えになります。あえてこれとこれ逆にしてマイナスをつけてもいいですけどね。次は問1の括弧4番の問題です。さらに冷媒が体積一定のまま外部から熱を吸収した結果、圧力が P3 となった、つまり状態3ですね。つまりここですね、1から2状態2になって、状態2から状態3になった、この過程ですね。つまり体積が一定のままですね。 体積変化です。で、その4番の問題ですが、状態3における温度 T3 を P2、P3、T2 でもって表しなさいという問題です。ですから、この同じ冷媒ガス単原子分子理想規定ですから、この状態とここの状態は同じ、気体の状態を方程式で使ってもいいですが、ボルシャークの法則を使ってもいいわけですね。ですから、ここの場合は、この状態2の場合は温度が T2 ですから、 T2 は使っていいわけですから、 T2 分の P2V2 だと。圧力は P2 で、体積は V2 ですね。で、状態3の時は温度が T3 です。で、 P3V2 ですね。 P3V2 だと。で、 V2 と V2 が同じですから消えて、結局 T2 分の P2 イコール T2
T3 分の P3 だと。で、表したいのが T3 ですから、これとこれかけたものが等しいですから、結局 T3 は P2 分の P3、これとこれかけたものが等しいですね。ですから P3、T2 だと。ですから T3 は、これでもって表したのサイズですから、これはすなわち答えになるわけですね。ですからまあ P2 と P3 を比べると P3 の方が P2 より大きいですから T2 よりも温度が高くなるわけですね。ここで熱を加えてですから温度が高くなるわけですね。ここでこれが答えになります。次は5番の問題です。この過程で、つまりこの定積変化ですね、2から3の状態変化です。この過程で冷媒が外部から吸収した熱量 Q1 をP2、P3、V2 でもって表しなさいという問題です。Q1、まあね、高校の時はもう熱量を表しますから、まあ、Q1 は熱力学第一法則を使えばいいわけですね。2から3へ行った時の内部エネルギーの増加をデルタ U として、気体が下仕事をダブルとします。と下仕事ですね。これ、こういう関係式に成り立ちます。しかし、ここでは定積変化ですから、体積変化はないですから、P デルタ V でデルタ V が0ですから、これが0になりますね。ですから、Q1 というのは、外部から吸収した熱量というのは、この内部エネルギーの増加だけを考えればいいわけですね。冷媒の、単元子分子力学体の。ですから、2分の3の NR のデルタ T、デルタ T ですから、これは2分の3 NR の T2 から T3 になりましたから、T3-T2 ですね。ですから Q1 はこうなるわけです。です NR というのは、まあ、これは、まあ、P2、P3、V2 ですから、まあ、ここの、状態方程式を考えると、P2、V2、P2、V2 が NR、NR、T2 ですね。より、NR は T2 分の P2、V2 だと。ですから、まあ、Q1 はまあデルタ U というわけですが、2分の3の NR が T2 分の P2 分になるんですね。T3-T2 だと。ですから、まあ、もう Q1 にしますが、ここで2分の3の P2 分に、まあ、P2 分に使っていいですね。で、これは T2 分の T3。T2 分の T3-1 ですね。で、T2 分の T3 というのはここにありますね。ここで T2 分の T3 というのは T2 分の T3 というのは全問の結果で T2 分の T3 は P2 分の P3 だと。ですからこれは P2 分の P2 分の P3-1引く1ですから、これはもっと P2 分の結局 P3-P2 になりますね。これはで P2 と P2 が分消えて結局どうなるかというと、これがここへ来ますから P2 と P2 が消えて結局 Q1 は Q1 は P2 分の3の P2 と P2 が消えますね。 V2 が残って、あとは P3-P2 だと。これ P2、P3、V2、P2、P3、V2 になってますね。ですから答えは2分の3の V2 の P3-P2 だと。これがすなわち外部から吸収した熱量になります。今回は横浜国立大学2015年の問題ですが、6番から10番まであります。まださらにありますが、6番から10番については次回のその2で解説します。